んだら今回の動画なんですけど、今回はですね、たまに海とか川で釣りしてたらね、空き缶とかさ、長靴とかタイヤとかね、まあゴミが釣れることあると思うんですよね。あるんですけど、あったあった、ポスト間に合った。このね、空き缶、大阪からね、住民に話しかけたらこれもらってっていうのがあるから、これであげれるんですよ、ゴミ。だけどこのまんまね、このまんま空き缶をね、ゴミをポイってね、もうこう渡しても、え、空き缶どういうのゴミを食べないぞって言って返されちゃうんですけど、確かにこれね、ラッピングで包めば、うん、なんで着替えたの今話してるでしょ、人が。このね、ラッピングで、空き缶詰めた気がするんですよ。そう、これで包んだ状態で、プレゼン、ゴミプレゼントしたらあげれた気がするんですよ。まあ、住民に1週間、ゴミを送り続けたら、引っ越すんじゃないかと。引っ越したくなっちゃうんじゃないかと。いや、普通なるでしょ。いや、なんか、最近この島の人からずっとゴミばっか送られてくる。もうやだ、もう僕引っ越すって言っても、引っ越し始めるとは、ちゃんとそう思うので、まあ、今回ちょっとあげたいと思います。ちょっと誰にあげようかな。じゃこ天にしよう。あー、なんか、おー、なんか、今、ルンルンなとこ、今、ルンルンなところ失礼します。今、なんか、めっちゃ今、機嫌いいじゃん。え、めっちゃ機嫌いいから、機嫌がいいときに、あ、いた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 。あ、日付ずらしてあげるようになった。じゃあ、ちょっと、じゃこ天くんにね、じゃあ、1週間ゴミ送ります。じゃあ、まず1日目ですね。どうぞ !1 日目。まあ、1日目だったらね、まあ、きっと怒らないと。ここだけちゃおうと。え、ここだけんの？いいよ。あ、え？はい、というか、皆さん、知りませんでした。僕、ラッピングしとけばいけんのかなと思ったんですけど、いけなかったんで、まあ、ちょっと急遽、まあ、手紙でゴミ送りたいと思います。手紙で1週間、空き缶送りたいと思います。住民さん、チャコテック。チャコテック。よし！ちょっと1日目ね、空き缶送りたいと思います。どうぞ！よーし！はい、まず送りました。じゃ、これでね、もう、じゃこてんくん、引っ越したくなったんじゃない？ちょっとだけ。二日目。これ予想以上にめんどくさいな。これ予想以上、めんどくさ！これめんどくせえな、思ったよ、俺。あつ森ってしかもロード長いから、めんどくさ！これで30分くらいかかんじゃないの、この動画。そんなね、お店の入り口の前でちょっとなんか、座ってジュース飲んでるやついいんだけど。迷惑すぎん、ちょっとこれ。買い物しようってなって、もう、邪魔や！まあ、許すわ。ということでね、二日目ということでね、また、昨日は空き缶だったね。今日は長靴あげようかな、じゃあ。今日は長靴プレゼントということで。ジャコテン君泣くぞ、これ。すいませんね。僕、ジャコテン別に、ね、嫌いってわけじゃないんですけど、空き缶の次はね、長靴プレゼントしたいと思います。はい、よし！うわー！誰が来てる、誰が来てる！キャンプサイトに誰が来てる、どうするこれ！チャチャマルとかさ、え、もしかして、チャチャマルとかジュンとか来てんじゃない？もういるわ！もういたわ。はい、誰？ちょっと目隠しするわ。目隠ししますわ。ちょっと一回目隠ししますね、私。はい。どう？はい。誰だ？はい。なんか音が流れてるよ。じゃあ目隠しやってします。せーの！あ、いたいたいた、ジャコテンいた。ちょっと二日連続手紙でゴミを送られてしまったジャコテン軍に話したいと思います。あー、何も気にしてない。あー、バーカな、こんなところに入るなんて僕たち気が合うのかも。バーカ。え、ちょっと怒ってる、これ。ちょっと怒、やっぱ怒ってんな。あー、バーカだとか、バーカとか、ちょ、これやっぱ怒、ちょ、怒ってる。3日目はね、タイヤですね。タイヤ、タイヤあげよう。タイヤ。はい、長靴じゃねえわ。タイヤプレゼント。はい、いやー、これ、ジャコテン君喜んでんのかな、実は。ゴミ送られて。ゴミ送られて、ジャコテン君喜んでんのかな、実は。私で引っ越したくなる説、え、嘘、え、ちょ、待って、嘘、ちょ、わかんないわかんない。これちょっと、え、わかんない。まだ引っ越すかわかんない。もしかしたら、これいらないからあげるよ。かもしんないし、どっちだこれ。これちょっと、引っ越す、これ、え、あのね、アホバーカ、僕ちょっと君に相談したいことが、おい、隠し犯だってもうこれ、隠し犯だろ、もうチャコテンこれ。少し前から考えてないけど、そうそう、これしようかな、行くなー。まあ、そりゃしたくなるよね。まあ、それを引っ越ししたくなるよね。
3日間連続でゴミを食らえたらね、みんなすごい発見ですよ。これみんな越してほしい住民に3日間ゴミを手紙で送りつければじゃこ店は引っ越す。これさ大成功だよ。これトイモの時にもやったんですよ。トイモの時にも住民にゴミを1週間渡した時に引っ越したくなる説みたいなのがあげたんですけど、その時ダルマンにあげたんですけど引っ越してくれなかったんですけど、このさガッツモリ、おい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 、マジか。まあ確かに、まあこれちょっと僕ねジャコテン好きだから、まあ普通にね、まあ言っちゃ嫌なんですよ。うん、まあ他、まあ引っ越してほしくないですけど、やっぱジャコテンのことを思うと、ジャコテンのねことを思うとやっぱ出て行かせた方がいいのかなってまあいやまあありがとうっていう気持ちですね本当に。